皆さんどうもドラゴン TQ です。でね、今回もテイズベースでやっていきましょう。でね、今回はね、ちょっと話しかけるだけになるんですけどね、よその町ではゴーマが増えていたり、タイマ氏の方たちが突然力を失ったりしたと聞きました。はい、それは事実です。この国は大丈夫なんでしょうか。よせ、タイマ氏様に泣きつくんじゃない。違う、よその町の状況を知りたかっただけだ。まあそうやね、どの町でもゴーマの品質による混乱や危険があり、各地の行き来や物流に支障が出始めています。農作物の収穫や出荷もやや滞っていて、遠くない将来食料事情に影響が出るのは確実かと。やっぱりそうですか。よし、これで俺がやるべきことは決まった。もう決まった。何をするつもりだ。果樹園と野菜畑を作ろうと思ってる。幸いにもこの村はゴーマの被害も少ないし、この辺りの土は肥えていて農業向きだ。そうなんや。ゴーマと戦うことはできないけど、食料の供給を安定させることで俺でも世の中に貢献できる。素晴らしい心がけだと思います。私も心から応援させていただきます。そうか、農業をやるとなればまだこれまたエレノアクルンちゃんが神さんが必要だな。失恋の話はもういいよ。いや、お前が仕事に本気になったのなら、俺はお前の相手探しに本腰を入れるぞ。というわけで、タイマ氏様、息子はいかがですか。やっぱりじゃあ。すぐに結婚とは言いません。恋人から。いえ、私は仕事が恋人のものですから。では、そちらの怖い感じのあなた、どうです。誰が怖い感じですって。その、いや、すみません。すみません。わしなら彼氏おらぬ歴イコール年齢じゃぞ。結構だ、結構だ。恋とか結婚とかそんなの後でいい。今は果樹園だ。果樹の芽が俺の恋人だ。わしらは木の芽いかかえ。木の芽いかか。それな、ほんま、よし、ここやね。メイル氏をサイカの剣衆に襲われて町が乗っ取られてしまったそうよ。しかも奇妙な格好をした魔女が人間を追いかけては捕まえて食らったって。それがサイカの剣衆なのか。魔女などとふざけおってゴーマが人間の命をもてあそぶとは許せん。大きな帽子に黒いマント、ほうきまで持って人間をおちょくってたそうなの。ほうきは持ってないけど。自称魔女のゴーマが人間狩りをしてるって。メイル潮の騒ぎが歪んで伝わっているようですね。ほんま伝言ゲームなどそんなものじゃよ。とはいえ許せんの。ほうきと黒マントだけは絶対に使わぬのがわしのこだわりなのに。そここだわりせずに、こだわりいらんと思うけど。よし、じゃあこの次やね。でね、裏でね、ちょっとね、話ちょっと聞いたんですけど、ちょっとね、このライフセットのね、と太古の飛躍っつう、なんかオミカエルクシールの作るね、なんかそういったサブクエが出てしまいましてね、うん、これはね、まあまたラバン洞穴に向かった捜索隊がゴーマに全滅させられたそうよ。本当か。誘拐されたキャスパリーグ伯爵を探してる部隊だよな。おお、お屋敷で働いていた人間が子供に至るまで殺されて誘拐されたっていう例の。マジか。だが名門貴族の命がかかっているなら、腕利きのタイマ氏様も加わっていたはずだろ。そのはずだけど、剣も槍も全部ボロボロに刃こぼれしていたらしいわ。すごい。どんなゴーマがやったのか。キャスパーリーグか。オスカーのドラゴニア家と並んで代々ミッドガンド王国を支えてきた大貴族ですね。王家の懐刀と言われる家系じゃな。わしと違っていい噂は聞かんがの。王家の栄光の陰にはキャスパリーグがもたらす血類ありとかなんとか。あくまで噂です。確かに五島大のキャスパリーグ博は清涼の台頭をよく思われず対立的立場を取られていましたが、貴族様の行方なんて興味ないわ。タイマ氏をやったゴーマの方は注意しておくけど。おう、そうやね、こいつはかなり切りがいがありそうだ。そっちがい。で、あとここやね。ん、ああ、こっちか。例の島、本当に監獄島だったらしいぞ。何が。
しかもあの島で最下の剣士が生まれたって話だ。あ、それはどこで聞いたんだよ。精霊に逃げられた大魔士がゴーマ病になってさ、そいつが仲間の大魔士を殺しながら叫んでたんだ。森の中だったんだけどさ、俺は必死に隠れて、あんな恐ろしい場面は初めて見たよ。大魔士がゴーマか。精霊と一緒に自分を見失って汚れを発したんだろう。精霊が受けた衝撃は相当なものだったようだな。みたいな。本当なのか。目の前でサイカが生まれたのに精霊は取り逃がしたってことかよ。何やってるんだよ。わからんが、大魔士も万能じゃないってことだろう。老師の言う通りにしていれば救ってもらえると思ってたが、そうもいかなそうだな。なるほどね、そんなことが。でまあ自分のことなんですけどねっていう。今日も天然のペンギョンは見かけなかった。天然のペンギョン。養殖場のペンギョンの様子はどうだ。なんだか元気がないんだよな。餌変えてもあんまり食べないし、寒冷化の影響で海の水温は下がってるし、その影響があるのかもな。ああ、そうだ。それはあるかもしれない。最近取れる魚が変わってきてるしな。ああ、そうなんや。この前なんか北の深海にしかいないはずの女王イカが網にかかったぞ。女王イカ。このままだとイズルトの漁業自体が危うくなる。何かしら手を打たないといけないな。そうなんや。ペンギョンの養殖も含めて漁師みんなで一度会合を開いた方がいい。ところで女王イカにはビシッとやられたか。もちろんだよ。おい、細くて長いムチみたいな手でビターンってやられて気持ちよかったんだ。くそー、いいなー。おい、俺も明日は漁に出て女王イカあげたいな。おい、お前よくわからないけど楽しそうでいいな。いや、わからんでいいよ。もうそれ、その世界は俺も別れたくないし。やばすぎやろ。来たか。じゃあこいつ、ここか、ここら辺。あった。ノル様人形もこれで3つ目。3つ目。あと1つですね。せやね。ああ、いつもなら亀人が来る頃じゃが、トータス、ゴータス、ミトータツかの。ミトータツ。めっちゃなんか知らんされてる。ひょっとして亀人が強盗にあって荷物を取られてここに未だ到達できてないって言いたいの。さすがは我が弟子ベルベッタパッパー。もう少し亀人を待ってみるか。妹からの返事もそろそろ届く頃だろ。いや、返事を期待して手紙を出しているわけじゃない。妹の元へ帰らないことへの言い訳みたいなものだ。帰れないのは死神の呪いのせいでしょ。どうして手紙や贈り物が言い訳なの。妹のそばを離れてからすぐの頃は妹の手紙には危険でも構わない一緒にいたいと書いてあった。以前の俺なら呪いを解く方法がないと分かった時点で妹を守る覚悟を決めて戻ったかもしれない。だがな、俺は変わった。アイフリードたちと出会ってあの船に居場所を見つけてしまったのですね。だから呪いが解けてもあなたは帰らない。妹はそのことを知っているの。はっきり伝えたことはないが気づいているはずだ。賢くて思いやりがあるやつだからな。だからあいつは俺に手紙の返事をよこさない。アイゼンの生き方を尊重してるから。頭ではな。だが理解できたからといって寂しい思いが消えるわけじゃない。そうやね。返事をよこさないのは抗議の意思表示なんだろう。それでも手紙を書き続けるのは兄としての贖罪の意思表示ってわけか。そんな立派なものじゃないがな。返事が来ないと分かっていて手紙を送り続ける兄、帰ってこないと分かっていて待ち続ける妹。なんかどちらも寂しいな。めんどくさい兄弟ね。はっきり自分の気持ちを伝えて謝ればいいのに。うわ。でも大切に思う相手が生きてる。ちょっと羨ましいわ。ベルベット。
用が済んだら戻るわよ。そやね、アウノル様人形回収完了やね。あと行くところはイズルとハリア、ここ行ったやろ。ストーンベルやね、次ね。あと、おー、ノル様人形コンプリート。お、コンプリート、おめっとさーん、おめっとさーんやね。トータス、トータス、ついに極めに到達っすね。いやー、皆さんの探索能力には幸福っす。幸福っす。あんたが探せないって言うから手間暇かかったのよ。その分、次の取引でサービスしてもらうから。そうやね。ひどい、ひどすぎるっす、ひどすぎるっす。そんなことより、何か届けに来たんじゃないの？そんなことじゃないっすけど、アイゼンさんに手紙っす。また例の手紙か。一筆計上、我の堪忍袋の尾は切れた。怒りの鉄槌を今下さん。監獄島に来るがよい。逃げても攻めはせぬ。ウヌが薄情かつ臆病な愚形と判断するのみ。おいおい、こいつは果たし状じゃないか。果たし状、面白そうだね。行こうぜ。単なる嫌がらせでしょ。放っておけば、私たちが知るだけでも3度目ですよ。ここらできちんと処理しておくべきではありませんか。僕も気になる。なるんかな。これを放っておいたら、アイゼンの妹にまで何かするかもしれないし。それだけは絶対にさせん。タイタニアへ行かせてもらうぞ。わかりやすい、こいつ。今回やります、このね、なんか果たし状のやつ。新しい新水への道はまだまだ遠いんだがね。ああ、そうなん。一つ発見があったんだよ。ああ、そうなん。お嬢さんが栽培しているラディッシュベルを麦の浸水に漬け込むと毒が消えて良い味が出るんだ。マムシ浸水みたいだな。まさにマムシ浸水から発想したんだがね。その浸水はもう飲ませてもらえるのか。また50年も待つなんて言わないでくれよ。お前で。こっちはまだ仕込み始めたばかりでね、ひと夏待ってもらわなくてはならない。私の直感では4年寝かせると飲み頃なんだがね。4年じゃあ次の秋に飲みに来るから、俺たちの分を確保しておいてくれよな。いや、2人分じゃ足りん。船の仲間たちの分も確保したい。追加でどれくらい仕込める？すでに仕込んだ大樽が3つ。頑張ってもあと7つ仕込めるかどうかだな。なら7つ仕込んで5つを分けてくれ。金は7つ分払う。え？残りの2つは4年後に引き取りに来るってことだよな。引き取るのは1つだ。もう1つは町の名物として売り出せばいい。ありがとう。必ずうまい浸水にしてみせる。楽しみに待っていてくれ。待っとくよ、そりゃ。いいね、先のことね。お、彼女のアイデアでここに大きな鐘楼を作って町の名所にしようって決めたんだ。石造りの大きな塔に、この国で一番大きな鐘を吊るそうと考えているんだよ。山から吹き下ろす風に鐘の音が乗って遠くまで聞こえたら素敵だと思わないかい？うん、すごくいいと思う。石材はどう調達するのですか？近くの山で採れる石材は密度が高くてきめ細やかで、石造りの建物にはぴったりなのよ。詳しいんだな。私は畑でラディッシュベルを栽培してるんだけど、農業を始めるために辺りの地質を勉強したの。彼女は知識もあるし、考え方も丁寧で論理的だから、いろいろ相談に乗ってもらって助かってるんだよ。彼はアイディアは面白いんだけど、考えるよりも先に手が動き出しちゃうのよね。私はそういうひらめきはあまりないから、畑のことで彼にアイディアをもらったりしてるの。今は金に使う金属を吟味しているんだ。金属の種類や掛け合わせの割合で金の値が変わるんだよね。そうなんだ。キンキンせず心が休まるような音色はどんなものなのかをあれこれ試しているんだ。遠くで聞いた人も優しい気持ちになれる、そんな鐘の音色になるといいですね。そうやね、そうなるといいね。よし、じゃあ次行こう。どこや？あ、こいつか。もし
わしらお笑い公演をやりたいんじゃが。かまわんが、相方は俺だ。正直お主が一番絡みづらそうなんじゃが。見損なうな。こう見えても笑いには一加減ある。バンエルティア号に乗った気でいろ。すでに少し不安じゃが。少し不安やな。まあなんか怖い。お主の威圧キャラをいじりつつ、わしがボケ倒せばいけるか。いや、ボケは任せてもらおう。え、ま、任せていいのかい。うん、うん、見せてやろう、死神のクールな笑いを。嫌な予感がするの。よし、始まったぞ。アイゼント、マギルーナ。はい、どうも、愉快なコンビ、特攻死神野郎じゃよ。マギンピ。わしの決め台詞が奪われた。奪われた。ええ、本日はわざわざのお運びありがとうございます。落語の登場人物と申しますと、ハッツァン、クマさん、大家さん、それから横丁のご隠居にバカの与太郎なんてことを申しまして。ちょいちょい、何を語り出しておる。どうもこうもない。枕で客の感触を探るのは基本中の基本だろう。いやいや、現代の笑いはスピードが命じゃ。つかみはほどほどに、しゃべくりで一気に回すんじゃよ。意義ありだ。古典を忘れた笑いには未来もない。まあそれもそうだけどね。そういう硬いのが古いんじゃよな。硬いのよな。笑いはもっと進化せねばいかんのじゃ。そうだよ。ニューウェイブ気取りか。え、こら、今舌打ちしたの。いいや、いいや。ん、どうした、二人何か話せ。完全に下じゃろ。コンビのリーダーはわしじゃぞ。笑いの法則以前に序列を守れ。すみませんでした。わかればいいわい。で、今日は何をするんじゃ。時計のモノマネをやる。時計。完全に下打ち。もう、あの人はやっとれんわい。アイゼンがちょっと怖なって、うん、久々にやりきったな。練習を重ねたネタじゃが、どうじゃったじゃろ。ネタはそこそこだったが、うん、相方さんが怖くて笑えません。何当たり前やな、こもったもん。うん、ま、お、まだある。ちょっと待って、こいつ取れるから。この季節になると思い出しちまうな、あのひでえ事故のことを。ひどい事故。もうずいぶん昔になるが、異端審問の容疑者たちを乗せた馬車が谷底に落ちたんだ。俺が第一発見者でよ。いやはや無残なありさまだったぜ。あったのー、そんな事故。インチキな見せ物で荒稼ぎしてた一味だったから、因果応報なんだろうけどよ。誰も助からなかったのですか。いや、一人だけ遺体が見つからなかったはずじゃ。その通り。連中が見せ物にしてた女の子はな、ひどい虐待を受けて働かされてたらしいから、無事に逃げたならいいんだが。謎の式神に助けられて生き残ったなんて噂もあったな。あったな。けど現場は深い山奥だ。実際は獣に食われちまったんだろうさ。しかしあんた詳しいな。俺が若い頃の事件だってのに。マギル、あなたは何歳なんですか。うん、何歳。白菜もしくはチンゲン菜じゃよ。いや、チンゲン菜。今のギャグで同世代じゃないことはよくわかりました。うん、うん。今の人ではないね、それね。うん、勤めるギター足りしんよね。次ね、行きましょう。よし、こっちか。あら先生、こんにちは。こんにちは。今度の週末に花束を用意してもらえますか。花束。あら、もうそんな時期。今年も行くのね、アバル村に。はい。アバル村、いつものでいいの。ニコちゃんが好きだった。今年はライラックをお願いします。ライラック。今度の彼女の命日に報告してこようと思ってるんです。やっと決心したのね、結婚。はい。ニコのことを忘れることはできません。私がもっと早く決断して
この町に呼んでいたら、あんな事件に巻き込まれずに済んだのに、そう思わない日はありません。でも私は前を向いていきたい。 それでいいのよ先生。亡くなった人のために、生きてる人が人生を諦めるようなことになったらダメ。ライラックの花束大きいの用意するわね。ニコちゃんにその思いが届くように。おめでとう。ありがとうございます。どうしてライラックの花束なの？ライラックの花言葉は大切な思い出。そっか、あの人の気持ちがニコに届くといいね。そうね、きっと届くわ。届いてほしいね。よし、今日はこの下かな。ちょっとレイン違うね。ここか。おおおお、何か。ようやく部屋も片付いたな。ここは部屋も十分あるし、家族が増えても大丈夫よ。その分頑張って働かないと。だけどな、そんなに気負わないで、みんなで力を合わせて頑張りましょう。ザビーダ兄ちゃんは手伝ってくれるよ。え、ザビーダ？そうだぜ、困った時は助け合う、それがザビーダの流儀ってもんだぜ。生意気言いやがって。よし、ザビーダの流儀で頑張るぞ。ザビーダ知ってる？ああ、ザビーダ兄ちゃん早く遊びに来ないかな。ザビーダ、ザビーダ。ねえ、話を聞いてみようよ。そうですね、私に任せてください。うん、任せた。おお、そこまで行く。大魔師エレノアと申します。つかぬことをお尋ねしますが、皆さんはザビーダとどういったご関係でいらっしゃいますか？おや、大魔師様もザビーダのお知り合いですか？ええ、ザビーダとは縁がありまして、通りがかりに名前が聞こえたものでお声かけした次第です。そうだったんですか。私たちにとってザビーダは恩人、いや、誘拐魔っていうのが正しいですかね。誘拐魔？誘拐魔ですか。もともと私ら夫婦は料理人をやってたんですがね、ある日ザビーダが現れて、半ば強引に彼らの暮らしていた家に連れて行かれたんですよ。その家にはこの子たちとテオドラさんが待っていました。テオドラさん？ザビーダの恋人テオドラだぜ。恋人？親を亡くしたこの子たちを引き取って二人が面倒を見ていたんです。でも突然連れ出されて、何をさせられるのかとこっちは驚いちゃって。するとザビーダはこの子たちに人間が美味しいと思う料理を作ってもらえないかって言うんですよ。精霊も人間と同じように美味しいと感じるけれど、作ってあげられるほどの知識も腕もないからって。いや、そういうことになると、私たちは腕によりをかけて目いっぱい料理を作りました。父ちゃんたちのご飯はうまかったんだぜ。おいらは麻婆カレーでヒヒしたもんね。ヒヒしたんか。僕はトマトソースパスタが大好き。私はね、ビーチパイ。ビーチパイうまいやな。それ以来私たちは行き来するようになり、テオドラさんにレシピを教えてあげたりしました。私たち夫婦はゴーマに子供を奪われて、あの日まで笑うことも忘れていたんです。でもザビーダとテオドラさんとこの子たちが私たちの新しい生きる喜びになったんです。それで恩人でもあり誘拐魔でもあるんですね。精霊にも人間と同じような心があるだなんて、それまで考えたこともありませんでした。あるよ。でも人間と同じ心があるからこそ、大魔師様たちと共にゴーマと戦ってくれているんですよね。はい。テオドラさんってどんな人だったの？大好き。僕が怖くて寝れない時、手を握って一緒に寝てくれたんだよ。あったかくてお母さんみたいな匂いがしたんだ。オイラとザビーダには厳しかったぜ。厳しかったぜ。ビシッとチョップされたし。それはザビーダとあんたがいつもバカやって物壊したり怪我したりしてたからでしょ。お前、オイラに喧嘩ってんのか。ゴーラ、やめなさい。とても懐かれていたんですね。ところがある日突然テオドラさんが出かけたきり、行方がわからなくなっちまった。恋人を探す旅に出たザビーダに代わって、
あんたたち夫婦が子供たちを引き受けたってわけか。せめてザビーダたちが戻ってくるまでは私たちがこの子たちを守ってあげられればと。前にいた町は交通の便が悪かったもので、港のあるこの町に引っ越してきたところなんです。そうだったのですね。なるほどね。お話ししてくださってありがとうございました。ザビーダは荒っぽいですが男気のあるやつです。もし彼が困っていたらどうか助けてやってください。この子たちのためにも。はい。これで終わりかな。え、犬ホテル使え、はテオドラさんって あの白角のだよね。でなきゃザビーダが命を懸けてまであのドラゴンを守る理由がわからない。心に傷を負った人間のお子たちと暮らせばそれだけ汚れに触れる機会も増えるでの、まあ、それでも子供たちに救いの手を差し伸べたテオドラさんだからザビーダは救いたいのですね。だが元に戻す方法なんてないんだろう。ない。だからあのドラゴンを殺そうというのですね。それには私も反対しません。ですがあなたのやり方は間違っています。何だ。たとえ元に戻せないとしても恋人だった存在が目の前で殺されるのを良しとする人などいません。ザビーダの気持ちを汲んだ上できちんと話をすればあなたたちはぶつかり合わずに済むじゃないですか。理屈で割り切れても心で割り切れないものがある。口先だけで納得するくらいならあいつはとっくに白角を殺している。ですが悪いが議論するつもりはない。行くぞ。行くか。よっしゃ行くか。次のとこに行くか。アバール行っても何もなさそうやけど。あの炎の力を操れたら。炎の力を操れたらライフセット、行きますか一旦ね。何もないと思うけどね。何もないと思うけど行ってみる。思い詰めないでね、ベルベット。あ、心配しないで。お墓を見てセリカ姉さんがよく言ってたことを思い出しただけだから。お姉さんの？どんな？お墓の周りは気をつけて履かないと。お墓を破壊しないようにって。どういう意味？ただのダジャレじゃろ。そう、セリカ姉さんってなぜかダジャレが好きだったの。他にも犬に吠えられて心臓がドックドックしちゃうとか。あ、それはうまい。それはうまい。いやいや、なかなか重症じゃぞ。私は重症か。おじさんみたいだからやめてっていつもお姉ちゃんを怒ったけど、今思うとそういうことが楽しかった。お姉ちゃんのおかげで毎日明るく過ごせてたんだって気づいたのよ。そうなんだ。ちょっとマギルーと似てる気がするね。ダジャレモノを使うには反論したいが、ユーモアとウィットを兼ね備えたムードメーカーという意味ではそうかもの。そうなんかい。ベルベットやお主がわしに姉の面影を重ねても止めはせぬ。なんならマギルお姉ちゃんと呼ぶことは許すぞよ。はあ、それは遠慮しとくん。名誉毀損で訴えるわよ。なんでじゃ。魔女差別反対。魔女差別って。まったくあんたはお墓で儚さを感じる暇もないわね。今のうまい。マジうまいって思ったからちょっと、うん、ビオネルと桟橋。あ、ここもあったやんか。よかった。まあ、ところどころカットはしてると思うけど、こういうところはちゃんと見て。今は第4種管理地区になってる島で、ゴーマが出る前から恐ろしくて誰も近づかなかった島があるんだ。マジかよ。ゴーマじゃない、何かが出たんでふか。その島の領主だった野郎がろくでなしでな、罪人たちを集めて殺し合いをさせたって言うんだよ。ビーン。やばいやばい。罪人とはいえひどいでふ。罪人どもの血で島の周りの海が真っ赤に染まって、風は血生臭かったとか。マジかよ。今でも火の夜になると赤く光る海を見て
罪人たちの魂が島に帰ってくると言われてんだよ。だからよ、あの島のゴーマは死んだ連中の蘇りだと俺は思うわけさ、うん、行くときは気をつけるんだぜ。できればそんな時は来ないでほしいです。そんな時は来ないでほしいか。でも行くことになんやろな、最終的に。どこや、あ、こいつか。第4種管理地区の島に偵察に入った清涼の連中が帰ってきてないみたいだぜ。はあ、とうの昔に逃げ出した島になぜ今さら視察などに出かけたのじゃ。この前この港に流れ着いた漁船にゴーマが乗ってて大騒ぎになったんだってさ。漁師がゴーマ病にかかったんじゃろ。それがその島にしかない草花が船の中に残されてたって言うんだよ。その船の持ち主たちは島の近くまで行ったとしても絶対に島に上がるようなやつじゃなかったって。船を襲ったゴーマがそのまま船に乗って港まで餌を求めて遠征してきたというのかい。そのゴーマは狼男みたいなやつだったから清涼も連中が知恵をつけてるんじゃないかって警戒したらしいぜ。マジか。狼男、獣人の島とはの、住みたくない町全国6位じゃの。何で6位？微妙ーつーか、1位から5位はどこだよ。確かにどこだよ。あとこっちか。あれはアイフリードの追悼式だ。船長、副長がこっそり隠してた上物の浸水だ。思う存分飲んでくださいよ。忘れないぜ船長、あんたに貸したままの500ガルドもな。おーい、ああ肩骨の硬さも忘れない。おいお前はよくしくじって殴られてたからな。いつか殴り返すつもりだったのにできなくなっちまった。ほんとずるすぎだぜ。無茶言うな。お前が船長を殴り飛ばすにはあと100年はかかる。いくらバンアイフリードでも待ちきれねえって。ざけんな、50年くらいでやる予定だったんだ。何やこいつら。ずいぶん明るい追悼式だな。せやな。死は誰にでも等しく訪れる、特別なことではないわい。ああ、うん、まして俺たちは海賊だ。死は船底の下にいつでも転がっている。みんな覚悟してるんだね。ああ覚悟はしていた。していたか。アイゼン、アイフリードのために祈ってもいいでしょうか。いいのか。あいつは世紀の大悪党だぞ。それはそうですが、アイゼンの友達のため、それなら問題ないでしょう。うん、ないね、はい、あなたの親友のために祈りたいんです。好きにしろ。お前との後悔は呪いを解こうとさまよった数百年を超える充実した日々だった。楽しかったぜアイフリード。うん、お、通常からこれ入手。トロフィー獲得、俺たちの流儀。え、おい、そんなんとできんのかよ。ということでね、今回ここら辺で終わりにしたいと思います。次回ストーリー進めたいと思いますんでね。それではご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録と Twitter アカウントのフォローによろしくお願いします。一応ね、概要欄のところから Twitter のリンクね貼っておりますんで、もしよければそちらの方から飛んでフォローねしていただけると幸いです。ではさらば。